FTR とね、アウトランナーズが奇跡の合体を果たして、いいですね、多分僕らのもう心のどこかで待っていたんでしょうね。そうですね。 AWNOW ということで、デスペラード選手が復活でございます。おかえりなさい。ただいま。はい、いや、舞台お疲れ様でした。 ありがとうございます。はい、ということで今回の AW はエルデスペラード選手を加えて3人で、やってきましたが、いや、どうでしたか、久々に見た AW。 やっぱ面白いですね。面白かった。で、こうダイナマイトランページコリジョンでとやらせてもらってるもんですから、どうしたってこうコリジョンの印象が強くなるじゃないですか。まあ最後に撮るのかね、はい、最後に撮ってもはい、コリジョンの最後にあんなことされちゃう今日一日のこと全部忘れるよっていやー、まあはっきり言ってですね、今我々の頭の中アウトランナーズしか残っていません。はい、もうずーっとぐるぐる回ってますよね。はい、もう抜群ですよね。なんならアウトランナー集と言ってもいいぐらいそれくらいの活躍でしたね、はい、でも、うん、これ別に我々がいじってるわけじゃなくて、そうなんですよ、本当にそうなんですよ。今アウトランナーズが来てるんですよ。来てます。もうお客さんの反応からもう伝わりますよね、うん、ダイナマイトでは、うん、次期AW 世界タッグ挑戦チームを決めるですね、はいはい、タッグチームガントレットが行われるんですが、まあ、そこにアウトランナーズが入ってくるんですけども、会場人気すごかったですよね。いやなんかぶち切りだったんじゃないですかね。爆発してましたよね、はい、チームとしての人気で言ったらもしかしたら一番かもしれない、うん、今だってそうそうたるメンツが、いやタッグチームがメンツ良かったですよ、はい、FTR といいアクレイムドといいね、うん、そうですよ、ね、なんかエンパイア主張版みたいな、そうそうそう、オスプレイとカイル・フレッチャー組、キングダム、ライチェス、トップフライトもいましたし、はい、うん、MXM コレクションも出てきてすごかった、はい、すごかった、はいはい、やっぱり入場だけでね、はい、なんかお腹いっぱいになるぐらいの、素晴らしいです、ね、はい、おいで自分もやっぱその舞台やらせていただいてる間はやっぱ失礼ながらこうなるべくよそのこと考えなかったから、ある程度 SNS で追っかけはしたんですけど、そこまで追っかけてなかったんですよ。して今日の解説中に元さんと村田さんに聞いたら、タッグのそのタイトルマッチに向かってのそのガントレットマッチもすごかったけど、それ以外のところのポーズするしないで別のタッグの構想が始まりつつあるんですよね。あれはね、MXM コレクションが悪いです。そうですね。で、アクレームドがもう指でこうちょくちょくするのは俺たちだけでいいんだっていう風に言ったり、はい、うん、で、ゲイツ・オブ・アゴニーがやめとけっていう、はい、はい、ゲイツ・オブ・アゴニーみたいな、なんかそういうポーズ作ったんですよね。どんなんでしたゲイツ・オープンって、あ、ゲイツ・オープン、アゴニー、はい、見た瞬間やめとけって思っちゃった、はい、そう、だから最初のダイナマイトのタッグチームカジノ・ガントレットも、うん、もう有名どころね、うん、ポンポン出せばなんか豪華になるでしょみたいな安易な考えだったんですよ。違いましたね。めちゃめちゃ見応えありましたね。2分おきくらいにバンバン出てきましたね、はい、その中でアウトランナーズが本当にこれ誇張抜きで一番の声援を受けてたんで、素晴らしかった、はい、今回はねちょっとお客さんのそのリアクションっていうのがね、うん、すごく印象に残ってて、ランページで、はい、アンソニー・ヘンリーのいとこ、義理のいとこ、ビーフという選手がですね、AW デビューするんですが、これ完全に多分 AW も計算外の爆発的人気をですね、すごかったですね、はい、そうですね、ケンタッキー州でこう地元でっていうのもあったでしょうけど、本当心つかまれました、はい、なんかビーフって叫んでる瞬間ありましたよね、ありました、ビーフって多分皆さんも言うと思います。ついてしまう、はい、ちょっとね、このビーフも衝撃的でしたし、うん、そして最後ね、コリジョンなんですけども、さっきデスペラード選手がちょこっと言ったように、はい、最後の最後でですね、とんでもないシーンが、うん、誕生するんですが、コリジョンもまあまあ内容の濃いコリジョンだったんです。濃、はいはい、かったですよ、はい、アウトランナーズの新作も、そう新作映像も出ました。でもそこでアウトランナーズが出てきちゃうわけじゃないですか。もう結構アウトランナーズ今侵食してきてますよ、はい、アウトランナーズ以外でもいろいろ動きのあったコリジョンだったんですけど も, で, けどでも本当に印象に残ってるのが VHS クオリティのアウトランナーの新作 PV だと言われても、これは本当に新作なのかってどっかから引っ張ってきたんじゃないの俺、はい、っていう。で最後 FTR とね、アウトランナーズが奇跡の合体を果たして、いいですね、多分
僕らのもう心のどこかで待っていたんでしょうね。そうですね。いやあれは体温上がりましたね。上がりましたね。来た、はい、でね、最後その健闘を称え合うと言いますか、あれ何だったんでしょうね、奇跡のアッセンブルを喜び合う TR とアウトランナーズが分かり合う瞬間というのが良かった、はい、ということも含めて今来てます、うんうんうん、はい、なので来てほしいですね、日本にも。ちょっと待って、 1.5 あるんじゃないですか。 IWGP のヘビーのタッグ、その時のチャンピオン誰かわからないけど、はい、見たいですよ、生で、うん、ね、生でね、トータルリコール見たいですよ。映画じゃないよ、はい、いや本当夢が広がる、うん、もちろんそのペーパービューオールアウト後のね、うん、激しい動きの AEW がですね、今回の1週間にはギュッと詰まってるんで、それも合わせて楽しんで見ていただきたいと思います。ということで、今週もぜひともよろしくお願いします。